ゲストのチャンネル。皆さんどうもこんにちは。一恵さん住職の豊島です。今日はですね、先日Facebook、Twitter、それからインスタもやったかな、うちにあの大黒天様が来たということで告知はさせていただいてるんですけども、まあ、それの、お話っていうことを動画の中ではまだやってなかったので、ちょっとそのあたりのお話をさせていただこうかなと。まあ、お付き合いのあるところで静岡にある宝珠院さんっていう真言宗のお寺なんですけども、そこのご住職と、交流がありまして、もうずっと大黒天供養ということで大黒様ずっとこう供養をされてるお寺さんなんですけども、ご縁ありまして、どうぞ一恵さんさんの方でも、大黒様祀っていただけないでしょうかということで、お話しいただきまして、5月の上旬ぐらいに宝珠院さんの方行かせていただいて、ご供養の仕方と、いろいろこう教えていただきながら大黒さんいただいてまいりまして、今一恵さんの方にいらっしゃるわけなんですけども、まあ、とりあえず大黒様見ていただいた方が分かるかなということなんで、お連れいたしましょう。一恵さんチャンネル。はい、ということで、ちょっとさっきの位置だと見にくかったので、手元のアングル、まあ私顔今映ってないですけども、でこれお大黒さんっていうことで、よく至福神の中にこういる神様っていうことで有名だと思うんですけども、今回この宝珠院さんの方から一恵さんにということでいただいたこの大黒天、まあ見ていただいてよくわかると思うんですけども、顔が3つあるんですね。で真ん中正面大黒天で、こっち側ですね、弁財天、七福神の神様です。でこっち側が毘沙門天と、これ3人ともですね、3人っていうのが正しいのかな、お三方それぞれ金運を司る神様だったりとか、開運、その人脈であったりだとか勝負運とかも含めてですね、本当に力強いいろんなその力を持ってる神様なんですけども、それが一つの、ご尊体として三面、三つの顔があるというふうに書いて三面の大黒天ということでいらっしゃる神様です。非常に強力な力をお持ちの神様がですね、一恵さんの方来ていただいて、まあ、浄土宗でこの大黒天、特にこの三面の大黒天っていうものを祀っていて一生懸命その供養してるっていうのはあんま聞かないんですけども、まあ、実際浄土宗で大黒天のその供養の仕方っていうのは、まあ、探しても出てこないんですね。基本的には浄土宗は阿弥陀様が、中心になるので、基本というか、まあ、それしかやらないので、まあ、他の神様であったりとかっていうのを、拝んだりとかっていうののやり方っていうのが浄土宗のやり方っていう決まった形がないので、通常大黒天の、供養をするっていうことで有名なのが、真言宗、天台宗、それから日蓮宗のこと3宗派なんですけども、まあ、それぞれお付き合いのあるお寺さんがいるので、どういうふうに供養をするのがいいんでしょうかなんていうことをちょっと相談をしながら、一恵さんでじゃあこういうふうにやっていこうかなということで、まあ、独自の形をちょっと作りまして、本当にすごく強力な、神様でありますので、そのお力を借りてですね、一恵さんどんどん良くなっていきたいということも思いも込めまして、またそのたくさん の強い力を持っている神様ですから、そのお力をですね、皆様にどうか何らかの形でお分けしたい、まあ、福を分けるっていうふうに書いてお福分けっていうふうに言ったりするんですけども、そのお力の一部をですね紙札にしてそのお届けをしようということで、今回ちょっと作りまして、まだ供養してないんで、まだお渡しはできないんですけども、こういった形のものを作っていこうと、お札ということで、ここ一恵さんというふうに入ってますね。大黒天、三面の大黒天の、お札ということで、でちょっと他のところでなかなかない形のものを作りたいなということで、うち裏面にもこう印刷が入っていて、で中見ると中開くんですね。で中に大黒天神経というちょっと珍しいお経なんですけども、それの全文が書いてあるというような形で、
お札を作っております。でお札こういう効果がありますというのが後ろにこう全部で8個こういうご利益がありますよってことで書いてありますというものを、大黒様、木のえねの日っていうような年6回あるわけなんですけども、その日、午前0時からご供養をして、その時にこのお札を開眼をして皆さんのところにお届けができるようにということで、年6回それぞれ50枚、限定でご供養させていただこうかなと思っております。じゃあちょっと元の位置に戻してお話をさせていただくような形に、しようかと思います。ゲーさんチャンネル、はい、画面戻ってまいりました。まあ大黒天、三面の大黒天と非常に珍しい神様です。3つの神様が1つになっていわゆる開運であったりだとか金運であったりだとかっていうことでこの世を快適に過ごしましょうっていうことのご利益の、最強の神様であるっていうのがこの三面の大黒天ということで、一般にも知ってる人はよく知っているものになると思います。大黒天様を、祀るようになってからいろんなことがうまくいったなんていう話もねネット探せばいくらでも出てくるということで本当に強力な神様でございます。その神様にですねこの一恵さんどうぞどうぞ守っていただいてより一層こう良くなっていくことができるんじゃないかということで一生懸命これから供養をしていくつもりでございます。で年6回木のえねの日というのがありますよということで先ほどちょっとだけお話をさせていただいたんですけどもですね今年の、木のえねの日が、次がですね、7月の15日それから9月の13日、11月の12日それぞれ、午前0時よりこの場所で、1時間半ぐらいかかるのかな、そのご供養を、させていただいて、その度にですねこの先ほどご紹介をさせていただいたこの、お札を作りましてお福分けということで皆さんにそのご利益をですねお札にしてお配りをするっていうような形ができればかなと思っております。お札の使用料、これが2000円で、考えております。また7月の15日近づいてまいりましたら、別途告知をさせていただこうかと思っております。かなり珍しいタイプのものになります。まず色が黄色いっていうのもかなり珍しいんですけどもこう中が開いてっていうような形で4面にこう字というかいろいろ書いてあるっていうようなタイプのお札っていうのはあんまりこう聞いたことがないので、そういった形でかなり珍しい形のものになってるんじゃないかなと思っております。でたくさんこういろいろこう大黒天様のことをお話をしたいんですけども、あまりこうまとめるのが私上手じゃないんでうちにはそういうのまとめるのがすごく上手な、ね、マーシーがおりますのでここからきれいにかっこよく前やったみたいな形でまとめてくれるんじゃないかなと期待をしております。マーシーよろしくね。それでは三面大黒天について解説いたしましょう。三面大黒天は大黒天、毘沙門天、弁財天という強力な天部が三位一体で合体した神様です。まずは大黒天。大黒天はインドにおいてはマハカーラーという軍事、戦闘を司る神様でした。その後、次第に財宝をもたらす力が知られるようになり、各地の豪商が守護神として祀ったという力強い金運の神様となりました。ちなみにマハーは大きい偉大な、カーラーは時もしくは黒、暗黒を意味する言葉で、これを和訳して大黒天という名前になりました。弁財天もインドにおいてはサラスバティという学問、音楽、弁舌の神様でしたが、無数の体験の積み重ねから現在では主に財をもたらす神として知られています。一方、毘沙門天は強力な戦の神としてあらゆる障害を取り除きます。かつては聖徳太子、坂の上の田村麻呂、楠木正成、上杉謙信、武田信玄らが厚く信仰し、戦いで勝利を収めたと言われています。毘沙門天といえば上杉謙信が有名ですが、実は武田信玄も約4センチの金色の毘沙門天像を兜の中に入れて出陣していたとか、これら単独でも強力な3体の神様、この三神が一体になった時、天下をもとらせる凄まじい力が生まれると言われております。よかったね、豊島さん。
はい、マーシーがまとめてくれた、そのショートムービーというか、どうでしたでしょうか。大黒天、弁財天、それから毘沙門天、三人、三人の神様、非常に強力なお力をお持ちの神様であるということが分かっていただけたかなと思うわけなんですけども、それぞれですね、神言と言われるものがあります。でそれをお唱えをするというような形での、極陽の仕方をするのが、この神様、三面大黒天の供養の仕方になりますので、せっかくですからその3つの神言を、最後お唱えをして、動画を閉じさせていただこうかなと思っております。じゃあそれぞれ一つずつ、全部3回ずつですねお唱えをする形で、今回はやらせていただこうと思います。オンマカキャラヤソワカ、オンマカキャラヤソワカ、オンマカキャラヤソワカ、オンソラソバティエソワカ、オンソラソバティエソワカ、オンソラソバティエソワカ、オンベイシラマンダヤソワカ、オンベイシラマンダヤソワカ、オンベイシラマンダヤソワカ。では皆さん、次がですね7月の15日が、一番近い、木の稲の日になりますので、どうぞ機会がありましたらお札お申し込み等々よろしくお願いをいたします。チャンネル登録してね。